第二階層丸は日本海軍の運送船。艦材運搬用風保船として建造された。製造は川崎肖像に受け負わせた。1879年7月15日に川崎造船所で寄港。12月9日、200トン積み艦材運送風保船の船名を西風丸と命名したが、12月11日に船名は第二階層丸と改められた。 1880年1月12日に主運転を行い、1月16日に竣工した。本船は海軍省の護送船ではないため、多少付属船と同様に内務省へ免状を申請、3月に免状が送付された。同3月に試験公開として沼津まで往復し、木材運搬を行った。また10月3日夜に暴風があり、第2階層丸は、 裏賀沖に一時漂流した。1881年2月2日、風帆船会社より第1海送丸と第2海送丸の貸し出しが請願された。横須賀造船所としては、関西運搬以外は港に係留させることになるので2月14日に造船所から貸し出しの許可を求める伺いが出され、3月2日、認められた。5月16日から7年間、 風帆船会社に貸し出しの契約を結んだ。中川務によると、同年1月19日に東京風帆会社に対応された。風帆船会社が共同運輸会社と合併のために1883年1月からは共同運輸会社へ引き続き貸し出された。しかし、同年3月2日に共同運輸会社社長から採算が合わないために第一回送丸。 第二階層丸返還の願い出があり、8日に、横須賀造船所は二隻を引き取る船を、上申、12日許可された。1886年11月26日、長浦での展覧の際に、水雷発射の標的となり破壊された。12月23日停戦章へ免状を、返還。1887年7月22日売却の、上申が出され、 8月3日任居された。ありがとうございます。